約束か。参ったな。ホワイライトタウンのバトルフリーク諸君、私も熱い戦いの夏がやってきた。ストラグルバトル、お待ちかねの決勝トーナメント、エンドタイトルマッチだ。トーナメントを制し、チャンピオンのセッターに挑戦するのは誰か。サイファーだもんよ。タイトルマッチに勝利し、今年のチャンピオンになるのは誰だ。はいね、ロクサス。さあ、会場が盛り上がってきたところで、いつものあれだ。レッツストライク。早速出場選手の紹介といこう。予選を勝ち抜いた4人の暴れん坊たちだ。決勝常連、自称町の風紀委員長、サイファー。ノーマークながらここまで来たぞ。今年は何が違うんだ。ビビー。知る人と知る町のとんがり少年、ハイネ。これまた初の決勝進出だ。そして4人目も新顔だ。俺の店のお得意さん、ロクサス。さあ、誰が勝つのか、真夏のストラグルバトル。勝者に贈られるのはこれ、大会のシンボル、ホークリスタルズトロフィー。さらにチャンピオン、セッターへの挑戦権。そろそろ時間のようだぞ。選手たちは試合開始に先駆けて公式ルールの確認だ。そんなに気にしてたのか。一晩寝ればどうでもよくなんだろ普通。他にもいろいろあってさ。
悪かったな。ってなんで俺が謝んだよ。ストラグルバトル決勝トーナメント第一試合はロクサス対ハイネの親友対決だ。行くぞロクサス。そりゃ。勝者ロクサス。友情対決を制したのはロクサス。もちろんハイネも大健闘だ。負けた。負けた。やっぱお前強いわ。ハイネと戦えて楽しかったよ。俺は全然だ。じゃあ俺の意気分分けてやる。いらねえよそんなの。邪魔だ。焦ると負けるぞ。俺をコケにするな。何やら不穏な空気だぞ。それもそのはず、ビビはサイファーの取り巻きだ。ビビってあんなに強かったか。何が起こったんだ。とにかく勝者はビビー。電光石火の早業炸裂か。あれはビビじゃない。ぶっ倒せ。3位決定戦なんだが、サイファーは危険のようだな。ってことは俺が3位。やれ。Thank you.
フェアプレイ精神だな。ついにお待ちかねの決勝戦だ。ロクサス対ビビロクサス、相変わらずやるやるやる。やっぱり忘れてるのか。俺は？そう、アクセル。アクセル？何にも覚えていないか。なるほど、ダスクどもの手には余るな。待てよ、どういうことか説明してくれ。ここは奴が作った町なんだろ。説明してる時間はないって話だ。とりあえず気失わせてでも連れて帰る。説明はそれから。やば、はあ、何が起こってるんだよ。ナンバー13、ロクサス。キーブレードに選ばれし男。分かったよ。戦えばいいんだろ。そうこなくちゃ。Stop!
やっぱりあんたか。ロクサス、この男の言葉に意味などない。ロクサス、惑わされるな。ロクサス、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 ロクサス。ハイネ、ヴィンツ、ウォレット。ハイネ、ヴィンツ、ウォレット。なんだ、何が起こったんだ。僕は何をしてるの。ロクサス、勝者ロクサス、優勝はロクサスだ。ロクサス、フェアな戦いよな。君たちが頂点なんだから。頂点は俺だけの場所だ。健闘を祈るよ。なあ、ロクサスてやら、この勝負負けてくれないか。ロクサス、集中。負けてくれるなら礼は弾むぞ。バカにするな。一躍町のヒーローになったロクサスがチャンピオンセッツァーに挑戦だ。この試合の勝者が新チャンピオン。次の大会まで大えばりできるぞ。今考えていることの逆が正解だ。でもそれは大きなミステイク。俺の命そっくりチップにしてかけるぜ。俺がせい、ふっ、いや、せい、おりゃ、ふっ、た、せい、そりゃ、ふっ、ふっ、せい、おりゃ、ふっ、せい、せい、せい、おりゃ、うわこんなはずでは。
束だろ。ありがとう、ロクサス。また俺たちの宝物が増えたな。私からもみんなにプレゼント。おお、おお、うわ、うわ、久しぶりに姉妹行かへん？ティーダとワカはボール遊びに夢中でな、一緒に行ってくれへんねん。ごめんね、やめとく。なんでーな。いつも私といた男の子たちのこと覚えてる？リク？うん、リク、どこに行ったんやろな。寂しいな。遠いところ。でもいつか会えるって信じてる。せやな、会えるよな。もう一人は？誰のこと？リクと私とその男の子、あの島で楽しく遊んでた。でもね、ずっと聞こえていた彼の声が消えてしまったの。顔も名前も思い出せないんだ。それってとてもひどいことだと思う。だから私はちゃんと思い出すまであの島へ行かないって決めたの。そんな子おったかな。ナミネ。ナミネ、俺どうなってるんだ。あなたは誰？それに違うよ、私はカイリ。カイリ、知ってる、あいつが好きな子だ。あいつ？お願い、名前教えて。俺はロクサス。うん、ロクサス、彼の名前教えて。俺のこと忘れたの？ひどいよカイリ。あ、しょうがないな。じゃあヒント、最初はソ。大丈夫？じゃん。なにそれ。手紙、昨日書いたの。思い出せない男の子に宛てて。今は会えないけど、きっとまたいつかってね。そしたらね、私その子との大切な約束を思い出した。この手紙が始まりなんだ、きっと。届くといいな。届くよ。最初はソね、ソラ。回復率 79%。目覚ましい回復だ。何が起こったんだ。ナミネとロクサスが接触した結果、ロクサスとカイリの心が触れ合った。それが空に影響を与えたということだな。ナミネ、不思議な子だな。
特別な生まれ方をしたノーバディ。空、そして空に連なる者の記憶と心に干渉する。ナミネは誰のノーバディなんだ？教えてもいいが、その前に君の本当の名を教えてくれないか？アンセムだ。よろしくな、アンセム。ケスだと？待ってくれ、いくらなんでも早すぎだろ。命令だ。何をためらう？機関に背を向けた者どもを容赦なく裁いてきたお前ではないか。あいつは背を向けたんじゃねえ。まだ戻ってこれねえだけだ。戻らなければ裁くのだ。この命令に逆らうならばお前が裁かれる側となる。ダスクにするってか。くっ、待って。やりゃいいんだろ、やりゃ。